ユニ、何か見つけた？やっほー、私たち以外のプレイヤー発見。せっかくだからちょっと話しかけてみたいかも。いいでしょうか？ええ、私も興味がありますわ。にゃにゃ、キリア、あそこに誰かいるにゃ。あの子たちの姿、どこかで見たことなかったかにゃ。言われてみれば確かに。だが姫の気にするようなことじゃないさ。あの、はじめまして。二人だけで進めているなんてすごいですね。私たちは。おっと、悪いね。君たちに構っている暇はないんだ。先を急ごう、姫。きっと危険な場所だけど、ずっとずっと姫のことを守ってにゃ、キリア。ああ、もちろんだよ。君に降る悲しみの雨は全て僕が拭い去ってみせる。君を刺す痛みも残らず僕が引き受けるから。行っちゃいました。結構勇気を出して話しかけたんだけどな。どまーい、ネズキヤン。なんだか図画的なノリを感じましたわ。二人だけの世界というか、私たちのことなんてまるで眼中になかったわね。それに先客がいらっしゃるとは思いませんでしたわ。自然と最前線を走っているとばかり思っていましたけれど。私もそう思ってたけど、上には上がいるのね。まだまだ一番乗りゲッツの可能性は残ってるって。ほらほら、早くあの二人を追いかけようよ。あの人たちより忍者の私の方が絶対足速いの。すぐに追いついてみせるわ。負けません。おっと、忍者には負けないよ。あ、二人とも、ネプチューヌさんも。まったく、自由なんだから、あんまりパーティーから離れすぎないようにしなさい。